はい、皆さんこんにちは。今回はワイルドクラフトにおいてあってはならないことが起きてしまいました。まず結論から言うと、 Android と iOS で分かれます。これはどういうことかというと、機種には Android と iOS っていうのがあって、 Android は Android の人しか、 iOS は iOS の人としか遊べなくなりました、マルチプレイで。なので僕が Android だとすると、iOS にめちゃくちゃ仲がいいフレンドがいたとして、もう今後はその仲がいいフレンドと会えることができなくなるというわけです。なので僕側からしてみれば、僕は Android なんですけど、 iOS の人とコラボ動画が撮れないし、 iOS の人と僕の生配信で参加型に参加することができなくなります。